10시 40분에 겠 Thank you 皆さんこんにちはハイサイ教会デベルの時間がやってきましたいかがお過ごしでしょうか FM 技能案と FM 講座をお聞きくださり心から感謝いたしますこの番組は皆さんの身近にある教会を紹介する番組です教会は皆さんの身近にあって良き相談相手でもあるのですその教会を正しく紹介するのがこの番組です1時間 生放送でお届けいたしますのででどうぞ最後ままお付き合いいください、ま、た楽しいゴスペルや賛美歌もおかけしますので音楽もお楽しみくださいそれでは本日の聖書の御言葉をお読みいたします創世紀12章1節から4節主はアブラハムに仰せられた」「あなたはあなたの生まれた故郷あなたの父の家を出て」 私が示す地へ行きなさいそうすれば私はあなたを大いなる国民としあなたを祝福しあなたの名を大いなるものとしようあなたはあなたの名は祝福となるあなたを祝福する者を私は祝福しあなたを呪う者を私は呪う地上のすべての民族はあなたによって祝福される アブラハムは主がお告げになった通り出かけたロトも彼と一緒に出かけたアブラハムがハランを出たときは75歳であったアーメン,アーメンさあ今日も1時間ハイサイ教会デービルお付き合いください今日はですね、えー、いつも本来いるはずのパーソナリティの山内牧師がえー 遅れてくるとご連絡はありました <laughs>。なので今日は私記者らぎ司里とハイサイ荒垣弘博さです。でお届けいたします。はい。はいえー、今日も山内先生は<あ>多分お休みになるかもしれませんね。えー、<laughs> まあお休み覚悟で進めていきたいと思います。はい。えー、今あの司君に読んでいただきましたあの創世記十二章ですね。はい ちょっと間違いがありましたね。ああアブラハムって読みましたよなんかね、はいでも。今、この時はは、ね、アブラハムはまだ、ねはい、名前がアブラムっていうんですよねあ。アブラムでした、大変失礼いたしました。はいえー、後には、まあ、アブラハムになるんですけどね。はいはい、で奥さんはもともとサライっていう名前だったのがサラになるんですよ。これは聖書のことを知っている人だったらあのこの辺り読み解けると思うんですけども。はいはい えーまあ、そこにもいろいろ理由があるようですけども、まあ、それはちょっと置いておいてです、ねえー、本題に入る前にですね、はいえー、昨日まで沖縄は大騒ぎでしたね <laughs> 何があったか分かりますえっ分からないですああ司くんはやっぱり分かんないか、はいえー、実はあの世界のウチナーチ大会があってですねあなんか国際通りを金曜日ぐらいに歩いてたんですかね、はい 国際通りもそうでしたが、はい、あの沖縄セルラースタジアム大、はい、山のセルラースタジアムのですね、はい、開会式から、えー、閉会式も、えー、盛大に取り行われたようであります。一、はい、万五千人と言ってましたかね。うん。おお<ー>。すっごいですよね。はい。今四十万人ですかね。地球上でウチナチョが活躍してるっていうのが、<laughs> まあ五世とかまあ六世ぐらいまでいるのかなもう。はい。もう百 えー、十何年になるのかな移民が始まってから、はい、あなるほど明治の頃から、えー、移民が、えー、始まって100年を越したわけですけどももう世界中で沖縄の人が活躍しているもううちなんちの人にとっては、ね、この5年に1回はわくわくするある意味でのイベントでもあるんですよはい珍しい民族ですね。そうですよねはい あのこういうあの民族同士がねあが故郷に帰ってきたり故郷で交流をするっていうのは、まあ、た例えばあのユダヤ人も世界中に散らばっているとよく言われますね、はい、であと、華僑ですね中国系の人たち、はい、まあそれもえ世界中に散らばっていって、まあ、活躍している、まあ、あのこの民族もですね、まあ、ネットワークがあって、まあ、よく集まる場合があるらしいんですよ。お<ー>うん でも、大きな違いは何かと言いますとす、ね、華僑、はい、とかユダヤの人たちはね、だいたい経済的な交流が思うらしいですね。あ<ー>まあ大きなふうに言えば、えー、金儲け、OK、儲け軸ですね。まあ、そういった話題で、えー、ネットワークが非常に盛んに行われているというふうに言われております。はい、でもね、うちなんちはなんで集まると思う分かんないです。これね、理由ね、ただ単にうちなんちであるからだしですよ。<laughs> もうここだけであの親近感が湧いて、はい、うちらんちゃん集まろうって言われたら集まろう。っていうことで、声がかかったらまあ5年に1回やろうって言ったらそうだね。5年に1回やろう。なっちゃったっていうまあただ単なる。そういった理由からまあスタートしてるんですよね。確かにそうなんですよ。見てたらあのそこで何か大きなアクションを起こすっていうのも、もちろん、あの個々のあのネットワークの中ではあるみたいですけども、はい。 一つにまとまとっっててどうううのっていうののこいはねあそれはあんまり聞いたことがないんですよ。ただうちなんちだから心のよりどころとしてふるさとあるいはもう2世3世4世になってもおじいちゃんおばあちゃんひいおじいちゃんおばあちゃんのふるさとだというような思いがあって <はい S 1> 帰りたい行ってみたいそしてそこのいる人たちと交わってみたい親戚に会いたいというような思いが。 お互いウチラン女同士がそういったのを集うというのが世界のうちラんつ大会、まあ何回かも、えー、数えておりますがまあ5年前もですね盛大でしたけれども実はですね私の、えー、出身地、中城村もですね、はいえー、吉野浦会館で、えー、歓迎レシセプションをやったんですけれども。はいあのー 200名を超す中串昆虫が帰ってきたんですよ。あそうなんです、ねはい、もう会場いっぱいになりましてですねもうスペイン語から英語からポルトガル語からもう飛び交ってですね <laughs> うちのあぐちも飛び交ってもう非常に明るい皆さんで交流をして楽しいひとときを過ごしたんですね。はい、そしてね私にとってねとっても感動的なことがあったんですよ。 その感動的なことですか、はい、何かと言いますとね、はいえー、半年ぐらい前ですかね私あの、野球選手の話をしましたね、はい米金要選手、はい、そして、後に監督や、えー、コーチをされたプロ野球にとってはもう忘れがたい方で、まあ、愛称としてウォーリー・ウォーリー・米ねっていう方なんですけどね、はい、お父さんが中城の出身で。 実はね、長女の娘さんがね、よっこり来たんですよ、お<ー>もうずーっと前から会いたい、会いたい、会いたいと僕、思っててね、はい、なんとかウォーリーのね、あのユニフォームでも、ボールでもなんでもいいから、もうや展示してあげたい、もう私たちふるさとのルーツはここなんだっていうことを示す意味で、えー、どうしても、あのー、あの人の功績を称えるような展示が欲しいと、ずーっと祈ってたんですよね。はい そしたらこの世界のウチナツ大会で先だってあったんですよ、もう大感激でしたねすごいですね。しかもね、あの方、あのお友達と一緒にねこウチナツ大会のイベントに参加したらしいんですけども、はい、中城のルーツを持つのは、たまたまこの友達の中では1人だったらしいですね。あそうなんで,す、ねはい、で全体の,あの開会式に出て、そしてホテルからバスが出ると思うんですけどね。はい で自分のふるさとはって言ったら中城のバスに一人でこの乗り込んできてやってきたんですね。<ー>もちろんハワイからもたくさんいますよ。はいうん、わざわざ中城選んで来てくださった感激でした <laughs> そして、えー、村長をはじめ、ねえー、たくさんの、えー、方々に、えー、紹介しましたらみんなびっくりしてましたね。 よく来てくださったってもう大歓迎してねもう涙を流さんばかりにみんな喜んでもらいました<ー>ぜひ展示したいということですねあ、はい、まあこの話はまた、えー、細かい次の時に話しますよね。はね、い、今日の本題い、えー、きましょうかはいちょっと準備を今日はやってきたんですけども、はい、前回もちょっと予告をしましたよねえー、過去500年 をあの歴史を振り返りながら、はい、まあこれが聖書からどう読,めて読み取れるかということをお話ししてみたいなと思っています、はい、え先ほどあの司君が、えー、聖書を読んでいただきましたが主はアブラムに仰せられた」えー「主はアブラムに仰せられた」と、はい、いうことは神様の予言ですねそうですね、はい、これ4000年ほど前の話なんですよ、はい、でそれをずっと 信じてる人たちがたくさんいるんですね地球上にあそうなんですねはいこれは何かと言いますとね、はい、まあ一言で言うとイスラエルを祝福すれば神は祝福してくれるということですねはいでイスラエルを呪う者を神様も呪うということなんですよ、はい、もう一言で言えばですねそういう予言があるのかっていうふうに思われるかもしれませんが西洋人は この言葉をねししっかりりと握りしめてるんですよ。<ー>で、その歴史的背景の裏にはこの言葉があったっていうことをですねちょっとお話ししてみたいと思うんですけども、はい、まずあの前何,何週間前に私が出た時に <laughs> 最後の残りの時間でね少し予告をし,てしたと思うんですけども、はいえー、過去500年ですねええー、栄枯盛衰を繁栄した国々 世界の覇権国家、えー、リーダーシップを取った国々っていうのが、えー、あるっていうのは、まあ、歴史のね教科書の中にも書かれておりますが、まあ、その順番っていうのは、えー、何があったのかっていうまでは学校で教えないですよねでこれにも理由があってですね、はい、ええー、過去500年からある程度読み取っていくとどうなのかということになりますと、はいえー、実はええー、ヨーロッパがあのー この派遣国家として、ね、世界を席巻してた時代があるんですね、はい、もう世界の富を欲しいままにしてたっていうような時代まあしかしこの国もやがて水防期を迎えて次の覇権国家といいますかねリーダーシップをバトンタッチしなければならないっていうことになっていくなぜ衰退していくかにも理由がある繁栄にも理由があるまあこういったものは教科書ではなかなか教えてもらえないんで 私の方からちょっと解説をしていきたいと思うんですけどもまあだいぶざっくりいきますのであの細かいところは皆さんで調べていただければと思います<は>いえまずあの順番から言いますとね実はあの日本とヨーロッパというのは端と端みたいになりますよねあの地図を広げるとね <はい S 1> え西と東というのかな。そうですねはい 日本が極東って言われるような位置にありますし、はい、ヨーロッパはその反対の西側であるっていうなると思うんですけども,もういわば地球儀は丸いですからもう裏側から来たようなもんですね、はい、でもね日本に来た、えー、順番とほぼ一致するとも言われてるんですね<ー>西洋の,あの黒船がやってくるとかよく言われますよね、はい、その順番が、えー、栄光生水繁栄した国々の順番とも言われてるんですね。ほ まずあの教科書でよく、えー、言われるのがあのまずポルトガルですねポルルトガルっていうのはあのヨーロッパの中のイベリア半島といいますか向こうは、えー、とんがっているところがありますよね、はい、スペインポ、ポルトガルポルトガルが、えー、やってくる、まあ、スペインもその時にまあ繁栄国家でありましてねこのイベリア半島がもともとは、えー、覇権を握ってた時代があるんですね。 それ以前はイギリスとかフランスとかオランダとかね、はい、北欧の国々っていうのはもう暗黒の時代とまだ言われてて、はい、まだまだ歴史の中では出てこないんですね。でなぜそういったイベリア半島の国々が日本にまでね地球の裏側まで船を出して航海技術が発達したかというとねそういったところにも裏の事情があってですね、まあ、当時はね。 イスラムの国家に支配されていた時代もあるんですね、はい、そういった、えー、時にどういうことが起こったかというと時の王様がですね天文学とか数学が大好きな王様がいたんですね。はい、天文学を知るということは航海技術も発達していくということにつながっていくし、はい、ヨーロッパ人は、えー、あるいてアジアに進出したいという思いがあったんですね。 でアジアになぜ行きたいかというとね、まあ、あのシルクロードでよく分かる通りですねアジアにはいろんな香辛料があったりしてですね、はいえー、それを手に入れたい、えー、寒い地域ですからヨーロッパは、えー、牧畜があったとしてもこの肉を保存するっていうことがですね塩漬けにして、えー、食べてもなかなかねいい味が出せない、まあ、そこでいろんな香辛料が手に入れることによって、えー、食をね しっかりと保存したり、はい、こういった、えー、口を <laughs> 握るといいますかね、あのーまあ、いろいろな味で、うんはいはい、楽しめることができるし、はいまあ、そういった、えー、ものが欲しい、欲しいと思ってたんですね。はい、もちろん、アジアにもいろんなものがあるし、交易をするということ、あと、えー、いろんな金銀、財宝もですねたくさん眠、ね、っているわけですよね。はいまあ、そうういいったととこころでの、えー、のポルルトガルや、えー、スペインいうのは えー、七つの実を石けしたと言われてて、はい、この、えー、名残が残ってますよねなるほど、はい、例えば、えー、メキシコからイランですね、はい、中南米といいますね、はい、中南米の国々は自分たちの地域の言葉を公用語にはしてないですよねしてないですね先ほどもあの世界のウチナンツ大会の話しましたがあのところから来た人たちはね ほとんどスペイン語ですね。はい、ブラジルだけはあのポルトガル語を使う,使うんですけども<ー>、えー。はい、このイベリア半島にあったこのポルトガルとスペインがこの南米中、南米一帯をもう植民地として支配していたったという歴史があります。はい、これが今日まで、えー、名残が残っています。自分たちの母国よりもね。何百倍も大きい地域をですね。<laughs> 支配したんですね。 でこの裏には何があるかというとです、ね、この王様はですね、はい、実は、えー、どうしてもこの、ね、天文学とか数学とか幾何学とかっていうのを、えー、習得して生かしていきたいという思いがあったけどもだいたいそういったあの文明といいますかね、学問というのは、えー、もともとギリシャが強かった時代があるんですね。はい、ギリシャ哲学とか 数学なんてあのピタゴロスの定理とかなんとかっていうのはみんなギリシャから来てますよね。ああそうですね。はい、はい。でギリシャ語で書かれてたりあるいはアラビア数字と言われるようなね今でも使ってますよね。はい。でアラビアの言葉で使われてたりまあそういった、えー、ペルシャのあたりの言葉で使われてたりするのが多いんですね。はい。だからこういったものを読めないんですねこの王様は。これをちゃんと通訳してしっかりと教えてくれる。 人おらんかなということで、はいえー、そこで登用されたのがユダヤだったんですねユダヤ人だったんですねお<ー>ユダヤ人は、えー、歴史上、えー、国を追われて奴隷となって、えー、放浪の旅をしたりしますね、はい、そういったところでたくさんの言語を習得するしもともとユダヤ人は、えー、ヘブライ語を使ってますよね。はい まあ別名ヘブル人とも言われてますそしてその周辺の国々のことは奴隷として連行されていった時代があってみんな言葉知ってるんですね。<ー>でかなりやっぱり兄弟語も多いわけですよち近くですから、はい、だからしっかりと理解できて通訳できる、まあ、そういったところをスペインとかポルトガルの住んでる人たちに通訳をあのやって理解できるように。 この学問を教えていったっていうんですねそういったところでユダヤ人は、えー、嫌われる性格はある部分しかしこの王様はしっかりとこのユダヤの人たちを生かしていったとっいうんですねあ<ー>それで天文学、えーえー、公開術が、えー、盛んになるようになって、はい、技術が向上して、えー、最先端のテクノロジーを手に入れて それで日本にまでやってきたって言われですね。なるほど。そうなんですね。はい。はい、で、日本には、ポルトガルは、えー、最初に何をしに来ましたかねえっと、日本にポルトガルの人が最初にしに来たことですか。はい。えー、鉄砲はい。そうですね。火縄銃と言いますね。はい、鉄砲を連打したと言われてますね。はい、まあ、これ、教科書にも出てきます。 種子島にね鉄砲を連打させたと言われてますね、はい、当時の殿様、えー、種子島時貞でしたかね、はいえー、その方に、えー、鉄砲を見せてデモンストレーションしたらこれはすごいと思ったんで、ねえー、今まで日本では、えー、戦の時に用いるのは刀槍弓矢、はい、<laughs> あるいはもう があっったたののかなそうういいものぐらいだと思うんですね,ですね大体人力で飛ばすっていうのが、はい、ほとんどの飛び道具だったと思うんですけども、はい、鉄砲この火薬の威力でね遠くに飛ばせてそして正確に当たっていくし、はい、飛ぶ鳥も落とすっていうぐらいのですね、えー、これはすごいこれが、えー、戦に用いると日本と言いますかね大和には革命が起きるんじゃないかって言われたた、はい、そしてその時にです、ね、買い付けた金額が えなんと1兆1000両だったと言われているんですね。<両>1000両というと今のお金にしますと1億円と言われているんですね。1個1、一兆 1, 2> 1兆、はい、1> で2兆買ったと言われているんですね2億円 2> 2億、はい。2億を出しても価値があるという判断をする背景にはやはりえこれは戦の道具としてはもう最強の武器だというふうに読んだと思うんですね。はい 最先端テクノロジー当時としてですねでもね次にポルトガル人が満載して積んできた時に売れなかったとっ言われてるんですねう売れなかったはいなぜか <laughs> あのー、作っちゃったんですよねそうですねはい <laughs> 正解です、えー、メイドインジャパンを <laughs> 作ってしまったんですねさすがですね 何でもあの真似て作るのは天才みたいなもんですね日本人というのは大阪の,あの堺とかね、はい、まあそういったところではねもう分解して作り方をね真似て真似て、えー、この火縄銃独自のものを、ね、何千丁って作ってしまったんですねだからもう火縄銃買わなくてもう済んだんですねなるほど、はいまあ、ただしですね この火薬の調合の仕方っていうのはまだ不十分だったようで、はいえー、火薬となるものには、えー、常に調達はされてたようですけども、はい、まあそういった意味でポルトガル人というのは、えー、日本に、えー、こういった形で関係を持つようになってきたんですねなるほどですからポルトガル語っていうのはもうそれも日本に名残がたくさん残ってますよね、はい、まあカルタとかねカステラとかね そういったものももともとはポルトガルから来た言語ですよね、はい、もう日本人が今では日常的に使う言語ですけどもそしてその次にですねスペインもあの繁栄してた時代があってですねスペインもやってくるんですね日本にああそうなん、はいまあスペイン人で有名なのが、えー、宣教師スペイン はい、で有名な宣教師ザビ,エルザビエルですねフランシスコ・ザビエル、はい、ザビエルも、えー、日本にやってきます、うん、ああそうですね歴史の教科書に載ってました、ね、はい以後よく来るキリスト教宣教師っていうふうに覚えるらしいんですけどね、はい、<laughs> 1549年、えー、千五千以後来るそうですね、うん、まあそういうふうな 語呂で覚えていったら忘れないというふうに言われてますが、はい、このようにしてザビエルが1549年にやってくる。<ー>で最先端テクノロジーをもちろんスペインもたくさん、えー、携えてやってくるんですね。はい、まあこれから宣教師っていうのがどん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 入ってきてですね日本は1549年以降そして1600年にかけてですね キリスト教というのがうーんと布教して広まっていく時代を迎えるんですね。はい、前にも、えー、山内先生おられてても話しましたが、えー、そこは日本が最も、えー、キリシタンが、えー、多くなった時代じゃないかなというふうに言われてますね。なるほどそうなんですね。まあ、それではいあそろそろ。 お時間も結構経ってきましたので、はいはい、一曲。また。はい。お届けしてから。音楽を聞いてから。はい。引き続きお話を伺っていきたいと思います。はい、曲は。新しい命です。

これ止まっっちゃったけどえ<ー>と、えー、削除するを教えて<除>、はいただいて。でもう Gracias. はいこの時間はハイサイ教会デビルをお届けしています。それではまた続きのお話を伺っていきたいと思います。はいえー、今日はまた思考、えー、を変えて、えー、世界の覇権国家の歴史について聖書との関わりをお話ししております。まああのー、まあ曲に続いてまたお話しさせていただきますがスペインが1549年以後よく来るキリスト教宣教師ということで、はい、ザビエルが た後にどんどん宣教師がやってくるという、えー、歴史が始まるわけですがその時の日本というのは戦国時代ですよねそうですね織田信長信長に豊臣,、はい、豊臣秀吉とか出てくるんですけども、はい、信長はね結構、あのー、キリシタンに寛容であったというふうに言われています、はいえー、バテレンいわゆる宣教師のことを、えー、ラテン語でバテレンって言いますけどもバテレンに対しても、えー、非常にもてなしで くださったとということですね、はいえー、信長にザベルが、えー、地球儀を見せたんですね、はい、地球儀を見せ,見せたら、えー、瞬時に地球は丸いということを理解できたそうですねお<ー>あの当時はねえら、ー、いいろんなあの学者もですね日本では地球は平面だということを一生かけて証明しようとした学者もいたぐらいですけども、はい、信長はえらいですね。ここそれを見た瞬間にあ丸いんか 理解できた子孫はフィギュアスケーターになってますけどね、はいえー、信長そう,そういった時にあのしっかりとバテレンの人たちの話も聞いてですね、はいえー、お坊さんとかも、えー、疑問を持ってたらしいですねあの信長はあるいは天皇とかあの神道に対してもですね、はい、いろんな疑問を持ってて それを、えー、はっきりさせたいという思いがあって、えー、あんた方はじゃあ就論をせよというふうに言ったそうですね。就<ー>論って聞いたことありますか今でいうリベートって言いますかね討論会みたいなもんですよね。はいまあ、よく最近はあのシンポジウムとかフォーラムとかっていうふうにやって、えー、討論をしたりするっていう場面がありますが、まあ、当時は、えー、大衆の衆に、えー、理論の論ですね 宗教論議をするということで宗教の宗を当てて「宗論」っても書いたりしますがあ、はい、まあこれをですね、えー、天台宗のお坊さんと、えー、このキリシタンの、えー、宣教師そして、えー、宣教師が、えー、宣礼を授けた、えー、良妻っていう方にですね討論を。 申し込むんですね、はい、で信長とそして300人ぐらいのですねこのお坊さんの弟子たちの前で、はいえー、討論会をした時に何と言ったかというとですね、あのー、このお坊さんが両祭、えー、に対してですね、はい、あなた方が言う神というのは当時はデウスというふうに言ってたらしい,らしいんですけど、ねはい、デウスとやらというのはどんな色してるんだどんな形してるんだって 証明ししててごららんんっっいいう,うに言ったらしいんですよね、はい、そしたら両斎は、えー「神はレウスは霊であり目には見えない」「しかし生きておられるしっかりと働いておられる」ということを独特と説くんですね、はい、この人は琵琶法師って言われてて片目がほとんど失明しててもう片目もほとんど見えないその片足が不自由だったっていうふうに言われてる方なんですけどね。はい そしたら目の見えないものを信じるのかっていうふうに言ったらしいですね。<ー>結局は、えー、仏教はもともと霊魂というのはないというふうに言ってるんですね。はい、無である、空であるっていうのが仏教思想。もともとですね。ああまあでもいつの間にか、えー、霊や魂は、はい、仏教の定番になっていくんですけれども、はい、そこにもまた霊魂 あの歴史的な、ね、背景があるんですけどもともとの仏教で天台宗といえば宗教あの仏教の中のもう東大ですよね比叡山延暦寺そこがもととなる仏教の日本仏教のもう、えー、トップですよね、はい、そこの最高の偉いお坊さんがそう言ったんですからね仏教の偉い一番偉い人が、うんえー、霊魂も無である、はい、でも、えー、キリシタンの人たちは それに対して目には見えないけど霊として神は存在してるということを言ったんですね。はい、じゃあこの神というものをねあなたをぶった切って見せてごらんというふうに言ったらしいんですよね。<お>刀を抜いてですね切,切ってやろうと思ったらしいんですけどね、はい、その時にも両彩は冷静にですね、はい、このお坊さんに対してあなたは。 何も理解でできないんんだねねっって言たす何を今まで聞いてたのっていうふうに言ったでもです、ね、冷静に考えるとこの日常というお坊さんもですね、はい、当時としてはね正確だったんですよね仏教を正確に理解している人なんですね無というのがある無,無,無であるということを理解しているわけですから、はい、おなるほど。はい でそういったリベートにこのお坊さんは負けたっていうのが、えー、歴史の中にも書かれております。これも興味がある方は、えー、よくご覧になっていただければと思います。まあ、そういった時代があったんですね。はい。でそういった意味では、えー、キリスト教は盛んに布教をしていって日本人の人々の心を掴んでいったというのがあったんですね。そして次にやってくるのがオランダになるんですね。はい。オランダは前回も少しお話し,しましたね。 オランダの本名は何でした？えっとあれ司会くん当たったじゃないですか。当たったんですけどね、もう忘れてしまいました。<laughs> 忘れちゃった。はい。ネーデルランドって言いましたね。そう,そうですね。ネネーデルランド。ネーデルランド。はいはい。はい、これもほとんどの人わかんないよね。そうですよね。日本人みんなオランダとンダっ思ってますけどね。はい。オランダのことオランダって使うのは日本人だけだらしいですよ。はいはい。はい、私も知りませんでした。正直言ってですね。 えー、学校で教えてないですよね。ネーデルランドなぜオ,オランダになったかというと「ホランド州」っていう風に日本に来た時に「どっから来たの?」って言われた時に「ホランド」っていう答えたら州の名前を答えたのに国の名前と勘違いされて今日に至ってまで「オランダ」っていう、えー、国名で今日本には紹介されてて、はい、もうこれが定着してしまってですね。 まあそういった意味でオランダに今度は覇権が移ってくる、はい、そしてその後にイギリスに移ってくるそして次にはアメリカに移ってくるんですね。お<ー>やはりこの背景には何があったかというと英語盛水の歴史にはですね、はい、この創世紀の12章、はい。冒頭えー 読んでいただきました十二章に答えがあるんですね、はい、その時々の、えー、派遣国家のリーダーはユダヤ人を祝福して、えー、持ち上げたんですね持ち上げたはい。しっかりと生かしていったんですねユダヤ人を、はい、この国の、えー、大切な、えー、宝だということで生かしていったときには、はい、その国は繁栄していったんですよ しかしいつの間にかその繁栄をないがしろにしてしまってユダヤ人をね今度は迫害していったんですね。はい、でこのユダヤ人が迫害されて逃れていった次の国がまた繁栄していくっていう順番に移り変わるんですよ。はい、でこの順番が背景にはユダヤ人が迫害されて移動していった経路と 一致すするると言われてるんですねおなるほどはい最初はねスペインポルトガルの辺りの王様がねこの天文学とかそういったものをもうしっかりと教えてくれるっていうことでユダヤ人は大切にされてもた、ね、用いられた、はい、しかしながらある時代に来るとね、えー、次の時代の時には迫害していくんですね時代が変わると迫害,迫害はい そしてててこう流れていって今度オランダに移っていくわけですねオランダは当時はスペインの植民地なんですね。はい、で、行き場がなくなった、えー、ユダヤ人たちはそういったところに新天地を求めて移っていってそしてオランダではですね、はい、この位置関係が非常にいいものですから貿易国家としてね非常に最適な敵地だったらしいですねオランダはヨーロッパの地図を見ていただければと思うんですけどもイギリスとも違いしねで造船技術が発達するし、はい でユダヤ人は金融で人を旗上げるんですね。やはり頭がいいんですね、はい <laughs> あの。ノーベル賞を取る学者さんとかね、ノーベル賞を受賞する方々っていうのは20%はユーダヤ人だと言われてますよね。はい、もちろんノーベルそのものがユダヤ人ですからね。アインシュタインとかですね、はい、そういう、ね、あの学者とかいろんなジャンルで。 大変活躍されててるっていうのがユダヤ人、はい、でオランダでも、えー、金融センターを立ち上げたり造船海洋国家、えー、を立ち上げていってオランダも今度はねこう海洋に進出していったんですね、はい、でオーストラリアとかニュージーランドももともとはしかしながらそれも後にイギリスに奪われてしまうんですけども。 オランダも日本に来ました、ねはい、で出島というところに住まわせたり、えー、江戸幕府もです、ねえー、東京にまで住まわせたりとかあったんですね鎖国時代に唯一貿易できた国,国、はい、オランダもそれだけの、えー、最先端テクノロジーを、えー、携えていた、えー、国であった、はい、まあそれも前にも言いましたね名残がありましたよね日本にも日本にも名残が、はい、言葉としての残,残っているのが。 オランダのです。オランダ語。ネーデルランド語。ネーデルランド語。残ってるんです。はい。あの、ガラスとか。はい。コップとか。はい。あ。スポイトとかですね。はい。そして、シュロップとかですね。コーヒーもそうでしたかね。ああ。そして、あの、おてん娘って、おてんばっていうのもですね。はい。オランダ語って言いましたよね。で、博多どんたくのどんたく。はい。あの、オランダ語から来て、それ土曜日の半日の半丼の丼も。 ドンタクのドンを、えー、短くしていって、まあ、そういったものも、えー、オランダからの名残があるっていうふうに今でも日本語と一部としても使ってしまってる<ー>、はいまあ、そういった、えー、言語まで影響したしで江戸時代の花形学問は蘭学っていうふうに言われてですね蘭、はい、学ことはじめとかですね解体新書っていうような本が、えー、流行ってた、まあ、それだけですね最先端の、えー、教育 はい、水準が高いものを学んでいたというのがありますね。なるほど。それもまたしかし、エコせ水やっぱり水防機があるんですね、オランダも。はい、何が起こったかというとですね、オランダとイギリスが戦争、あイギリスじゃないスペインが独立戦争をするんですね。はい、独立戦争が、ね、どれぐらい続いたと思います独立戦争が15年とか。うんだいたい まあ15年戦争とか5年戦争とかっていうのはよく聞くんですけどね、はい、えなんとですね80年続いたって言われてまん長いかったんです長い長い長いよくぞしかしねだら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 これだけの戦争するかというとですね、はい、なぜかというとオランダはねとどめささなかったって言ってるんですねずっととどめをささずに、はいはい、とどめをささない理由もあるんですよ <laughs> 何かというとねオランダはね先ほど言った最先端テクノロジーを 駆使しててた時代があってですね、はい、あの当時の武器もですねオランダはたくさん作ってるんですね。あ<ー>で自分の国と戦争している敵国の,あのスペインに、ね、たくさん武器売ってるんですよ。はい、それで儲かってるんですよね。<laughs> ああそうだっから、まいたちから困るんですよね、はい、武器が売れなくなるから。ああなるほど、うん、しかもあのオランダは直接自分たちが戦ってるんじゃないんですよ。はい イギリスにお願いしてイギリスが戦ってもらってるんですよねあそうだったんですか、ねうん、そういう複雑な仕組みがあったんですよねはいでイギリスは当時あの羊毛あの羊の毛の生産が非常に盛んに行われてて、はい、この羊の毛は輸出してオランダで加工されて衣服に変えられていったっ,たっていうんですねお<ー>、まあ、そういったあのお得意さんがオランダとイギリスとの関係があって はい、イギリスはそれをフォ、えー、ローするためにスペインとの戦争にねオランダ側として戦ってたんですね。はい、それがダラ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 80年もやってるとてねちょっとおかしいなと思いますよね。<laughs> そうですね80年は長いですね、うん。そういったところでオランダ人はあ,のある意味当時は汚いというふうに言われてた,た時代もあるんですね。はい、で英語でですねオランダの、ね、比喩する言葉があるんですよ。はい、オランダのことをね何て言うかでダッチって言うんですね。はい ダッチアンコルとかね、ちょっとね、はい、あの卑猥的な、えー、言い方の言葉らしいんですけどね、<ー>ちょっとあのこの国民を卑下するような言葉ですね。はい、ダッチというのは、えー、オランダの、えー、別名ですね。そういったぐらいあの当時は嫌われるようなことをやったっていうのがあって、ユダヤ人もね、まあ、うん そんなことをやってる国にはもういつまでもおれんなということで、はいえー、行き先を変えて今度はイギリスに移っていくんですね。あなるほどでイギリスもですねちょうどタイミングよくですね、はいえー、ユダヤ人を受け入れられるような環境が整ってきたんですね。はい、それまではユダヤ人を入れないという歴史が長い間続いたんですよ。もともとはちょっといたらしいんですけど追放したんですよ、一回ね。 しかし環境がまた変わってユダヤ人を呼び込むような環境に変わってきたんですね。はい、それが何かというのであのピューリタン革命が起こった後の何百年か経ってからですね、200年ぐらい経ってからピューリタン革命というのは正教徒革命と言われてますよね。はい、クロムウェルという方のが、えー、先頭に立って起こした革命。まあ、これ時間ありませんので、えー、ぜひ調べていただければと思うんですけれども。はい、まあこういった えー、イギリスで今度はユダヤ人を受け入れられるような環境が整ってきてその時にですねイギリスではどのような、えー、ユダヤ人は厚遇されたかっていうとですね、はい、実はですね今までは金融で活躍できる場とかいろんな技術と天文学とかあの医学とかそういった分野でイギリスあユダヤ人は活躍した場を与えられたんですけども、はい、とにかくあの政治で 中心を握るってことはさせなかったんですね、どこもね。あだけど、イギリスでこの時にですね、はい、何が起こったかと言いますと、えー、政治家、はい、しかもあの首相にまでユダヤ人を上り詰めさせることができたんですね。あそうなんですね、はい、その時の、はいえー、政治のジャンルでトップになったのが。 誰かと言いますと、ねはい、リズ・レリーっていう方なんですねなんか聞いたことがリズ・レリー、はい、何かで聞いたことあるんですけどあ聞いたことは多分あると思いますねはい、はい、えー、リズ・レリーっていうのこの名前からして、はい、これをね丁寧に言いますとねディ・イスラエリーっていう名前なんですねあそうなんですねデ、はい、イ・イスラエリーっていうのは、はいあの イスラエルから来た人っていうふうに直訳すると意味になるそうですもうこれだけでもユダヤ人だって誰でも分かりますよねはいでこの人が、えー、首相にまでなって、はいえー、イギリスのいよいよ黄金期を迎えるんですね黄金期はい、まあ、いろんな足跡、えー、はあったんですけども最も有名なのがですね、はいえー、スエーズ運河の買収ですね スエズ運河の買収、はい、権利の買収ですね、はい、スエズ運河っていうのはエジプトにありますよねエジプトにありますエジプトのここをちょこっとねくり抜いて開ければですね、はい、地中海と、えー、インド洋に抜けるっていう最短コースが取れるんですねあ<ー>、はい、これまではねうーんとアフリカ大陸をずっと希望法周りでインド洋に抜けててね、はい、何ヶ月もだらだらだらして航海を続けてたんですよね、はい、でこれが アジアに、ね、抜けるもう最短コース3段飛びどころじゃないですよね、はい、もう,もう何数ヶ月なのか1ヶ月ぐらいで、うん、もう1ヶ月とかもう何週間というような、はいえー、旅路で、えー、インド洋に抜けられるというような、はい、最短コースを確立するというのは、はい、イギリスにとってはねもう願ったりかなったりですねでもこの情報はじゃあどこからか入ってきたかというとね でもともとはです、ね、そのスエズ運河の権利というのはエジプトとフランスが握っていたんですね。はい、フランスの,あの国力によってこの開けていったルートなんですけども、はい、実はエジプトの第二国王が当時ですね、はい、どうしてもお金が入りようだということで、はいえー、権利を売却したいということをフランスに申し出たそうなんですね、はい、当時のお金としてですね。 400万ドルでしたかね400万ドルでフランスもねいきなり言われても高額だからすぐには首を縦に触れないんですよねあ、すぐにはお金用意できない,、はい、い用意できないこの情報はどこから入ってきたかですよねそうですよねこの情報を嗅ぎつけたのは実はユダヤ人はい。ライオネルロスチャイルドっていうはい。まあ今では金融で有名ですよね,そうですねロスチャイルドはい フランスの、えー、ライオネル・ロスチャイルドがイギリスの方に情報をくれたんですねあ<ー>その時に、えー、ディズレリーもリユダヤ人同士ですから、はいえー、息が合うわけですよね、はい、こう言ってる情報がありますけどって言ったらディズレリーはもう一つ返事ですぐ買うって言ったんですねあ<ー>だけど400万ドルっていうのは当時としてすぐ揃えられるようなお金じゃないんで、はい 国家予算を引き出しにしてもですね当時、議会が休会してたらしいんですね、はい、議会が休会してるとあの承認もらわないとですねこのお金はいわ,いわゆるあのイギリスのイングランド銀行、いわゆる日本でいう日銀ですね、はい、引き出せないんですよ、<ー>うん、困ったなーっていう時に何をしたかと言いますともう一度、ロスチャイルドのところに行ったんですね、はい、400万貸してって、はい。<laughs> そしたら、ドスチャイルドは、うん、それだったら、担保はどうするのって言われるディズレリーは、顔色一つ変えずに、大英帝国ですって言ったらしいんですけど、<laughs> <laughs> それで融資をしてもらって <laughs> イ、イギリスの担保に、400万ドル借りるという、ポンドですかね、当時はね、<はい S 1> ポンドっていう、<はい S 1> もうすごいお金だ。 でそれでえ権利を買ってえスウェズ運河の買収に成功してですね、はい、こうインド洋に直で抜けていく最短ルートを獲得する、はい。なるほど。はい、じゃそれでは一度ここで CM 行きたいと思います。うん、実際あと多分二分半ぐらいしかも時間が残らないので、うん、はい。 残り20秒でシェアも開けますあ、2分ほどしか残らないですね残り。はいはいさあ教会デイビルお届けしております文字かも残り2分となりまして、はいえー、残り少ないんですけども イギリスが、はいえー、黄金時代を迎えるというところまで話しましたが、はい、このイギリスもですねなんとまたですね水防期に入ってくるんですね <laughs>、えー、運が悪いのかいいのか分かりませんが、はい、第一次世界大戦が始まるんですよあ<ー>で勝ったらですね、はいえー、アラブ人には国を作ると約束して、えー、協力を求めるんですね、はい、ユダヤ人にも同じこと言うんですね、はい、あなた方の国を作る。 で勝ったんですよ、はい、イギリスはだけどアラブ人にはヨルダンとイラクという国を作ってあげたんですけども、はい、ユダヤ人の約束は保護にするんですね<ー>やはりそこでこの聖書の御言葉ですね、はい、ユダヤ人を祝福するものは祝福されるけどアブラハムの、えー、契約の中で言われてるあなたを呪うものを呪うっていうのがありますよね、はい、アブラハムのあのに押されられた予言通りに てないんですね、イギリスはなるほどその時にイギリスはユダヤ人を見切ってしまったんですよ。はい、それはどういうことかというと、ね、第1次世界大戦というのは、はい、戦勝国になってもです、ね、戦場となったのはヨーロッパなんですね。はい、そういった意味でイギリスは水防旗を迎えるということになりますね。なるほどえそのの次にに、ね、バトンタッチしていくのがアメリカになるんですけども、はい その次はまた次話しましょうか。そうですね。<う>はい。まだ時間も30秒ほどとなってまいりました。えー、山内先生は来られなかったですね。はい。<laughs> はい。えー、1時間お付き合いしてくださいまして、ありがとうございました。ありがとうございます。はい、えー、今日も一日、良い一日でありますように、えー、心からお祈りいたします。このお祈りを、主イエス・キリストの皆によって祈ります。あメン。それでは、皆様、また来週、お耳にかかりましょう。